こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん、税金高くないですか？税金払ってたら本当に欲しいものが買えないんで消費活動に回せませんよ。今のね、税金制度っていうのはだいたい五公五民って言って、やっぱ100万稼いだら50万持ってかれるわけですよ。でも100万稼げてる人ならまだいいですよ。でも大抵は20万前後じゃないですか。20万一生懸命働いてね、なんか社会保障費とか税金とかで、物を買えば消費税とかなんだかんだで税金ついてくるでしょ。でガソリン入れたらガソリン税 もう重いわけじゃないですか。なんとかならないのかなということでね、今政権を担っている自民党のね、ちょっと事務所の方に電話をかけて、ちょっと税金高いんでなんとかしてくださいよと、困りましたよってことで電話をしてみようかと思うんですけど、どうでしょうかね。自民党のなんかね、支部なんですけども、出てくれますかね。あ、どうも、私福山市に住んでいる事業者で久保と申します。お世話になります。近所にも小林先生といいますかね、議員のポスターがいっぱい貼ってあって、はい、まあ選挙も近いんで自民党に大いに期待するところでございますけども、こんなお電話で申し訳ないんですけどもね、やっぱ税金が高いんで、なんとかこれをなんとかしてもらえないかなと思うんですけども、そういった動きは自民党さんにはないですかね。やっぱきついでしょ、お互い。正しく使っていただければなと思いますけどね。そこは私たちには見えないところがあるんで、はい。はい。そうですよね。はい。そこでは何とかしてもらいたいのは、こう税金をなんかこうもうちょっと緩くするように動くことはないんですかね。これ以上なんか無駄な経費を無駄な、そうなんですけど、私たちの寿命は限られてますんで、私たちが死んだ後に税金が軽くなってもしょうがないんですよね。そう、そこを工夫するのが自民党の皆さんの役割じゃないですか。かかった経費、国からね、国がいっぱい経費かけるのはいいんですけども、足りない分は税金上げればいいっていうのは最も頭を使わない方法だと思うんですよ。ね、税金を軽減して国民が消費活動ができるようにしていただければいいんですけども、税金払ったら借金は増えるけど、チューインガム1個買えないんですよ。真面目に事業をやって利益を出してる会社なんですけども、従業員の給料ももう何年も上げられないんですよ。私たちの工夫が足りないんですかね。はい、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 そうですね。ですよね。私もね、自民党さんならもうそろそろやってくれるとは思ってるんですけどもまあ息子に飴玉の1個でも買ってあげたいんですけども、それも叶いませんいや、株式会社です。ええ、なんとか潰れずに10期来たんですけども、11期があるかどうか分かんなくなってきましたああ、そうですね。手始めに車の税金をなんとかしないと、はい、まあ給付金もね、本当ありがたいことに、すごい大なたを、いただける部分といただけない部分とあったんですけども、まあどちらにしてもそれまで上げてきた売上利益に比べたらもうお釣りにもなんないですよ。申し訳ないけども、ないよりはいいみたいなもんで、給付金の次の週には納税でなくなったみたいなね冗談みたいな感じになりますそうですよねそうなんですよもう一体何のために生きてるんだろうかと思っちゃいますよ穏やかに話されてますけど、はい、はい、いや、なんとか血を吐く思いでお支払いはしてるんで、
しかしこれがいつまで続くのかなと思ったらね、本当になんか個人的なことであれですけども、支払うたんびにこの金さえやったらお父さんお母さんにこれがしてあげれるのにって思うわけですよ。うちの両親ももうね、そこまで長生きはしないと思うんで、一回ぐらいなんかしてあげたいのに、なぜか溶けるだけの税金に払ってるような気がしてね、ならないんですが。どうでしょう。同じような立場ですもんね、我々はね。はい。はい、そうですね、私もいろいろ見させてもらう中で、ただ用途を限らずあげるだけっていうのはすごい決断だったと思いますが、ただやっぱり桁が1個ぐらい違うかなと。はい、うん、はいはい、まあだからそこなんですよ。小林先生は若くて、しかも養殖についておられる福山の希望の星ですよ。ですんで、足りない分は税金を上げればいいみたいな頭の使わない政策をするような人間ではないと思うんですよ。だから国民の負担を減らして、しかも国が豊かになるような、まあ政治家として当たり前のルートをね、お持ちだと思うんですよね。言葉にはされてないようですが、経費負担が上がるから税金上げようか。じゃあ誰が頭使ってるんですかってことですよ。ですよね。ねえ、有効に使うその一部に福山の事業者だけでも救おうかみたいな気持ちにならないですかね。超エコひいきに。ほうほうほう。はい、なるほど。いや、ありがとうございます。私たちはね、店舗をやっているんですけども、おかげさまで全店引き上げることになりました、今回。広島市内で店舗をしてたんですけども、もうどうにもならないんで引き上げて、今は福山でのんびり暮らしてます。はい、そうですよね。私がなんとか生きてる間によりです。ありがとうございます。まあでもお話できてよかったです。応援している支持者がいるとお伝えいただければ十分です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもどうも、失礼します。いやー、なかなかね、なんか窓口の方はね、やっぱり同じ立場の人ですよ。地元の人で、私たちの腹をよく分かってくださる人です。いや、しかしね、小林文明さんが個人的に頑張ってらっしゃっても、誰が蓋をしているのかってことですよね。まあとにかくね、今回のお電話で申し上げたいのは、とにかく国民が声を上げるってのの一つに、こういったね、政治家さんに税金が高いというふうな声をいっぱい届けることなんですよ。で、私が今言ったでしょ、予算が足りないからって言って税金を増やすのは一番頭を使わない方法だと、ね、それは政治家さんの頭でやることじゃないと。せっかく国会議員として選ばれたんだから、税金を軽減して消費活動を活発にしてね、町中にぎわいがある、もうお金があるから、あっちに行ったりこっちに行ったり、おいしいもの食べたり、あれに使ったりこれに使ったりすることによって経済活動が活発になればいいのに、だって所得のね、半分持ってかれたらもう使えないですよ、何もね。税金は溶けてなくなるだけですからね。溶けてなくなるんですよ、ほんと。だから金を使わせてくれと。税金が高すぎて子供に飴玉買ってあげられねえよと。で、そういうふうなことをね、やっぱり具体的に言うことかなと思うんですよ。私はサラリーマンだけども、もう10年間スーツ買ってないよ。どんなサラリーマンや、これはね。こんな風に私たち国民から税金吸い上げて気持ちがいいですか、どうですか。まあそういう風なね、悲痛な叫びを嫌味なく笑いとともに届けていきましょう。それでは
皆さんもお近くの自民党もしくはね他の政党でもいいですから、とにかく政治を司る人もしくはそれに近い人にどんどん声を上げていきましょう、ね、市区町村とか都道府県の方でもいいですからね、もちろん官邸にメールもいいと思いますよ、うん、どんどん声を上げていきましょうね。そうすることで何も起きないかもしれませんけども、嘘が晴れますんで、せめて気持ちだけでも。いってらっしゃい。